皆さん知っているだろうか。熊本には日夜人知れず犯罪から県民の安全安心を守っているすごい住人がいること。そう、その名は防犯設備アドバイザー。紹介しよう。彼らは最新のテクノロジーによる防犯キーや防犯カメラなどを駆使、強盗、空き巣、車上狙いなどの犯罪被害を防ぐ、いわば防犯のプロフェッショナルである。防犯のプロ集団である熊本県防犯設備協会の中でも卓越した力を持つ彼らは、その能力を買われ熊本県警と熊本県防犯設備協会から防犯設備アドバイザーとして委嘱されているのである。彼らは地域住民などに対し鍵や防犯カメラなどの防犯設備に関する指導助言、有料な防犯設備などの普及促進活動、地域の防犯イベントに対する協力援助、住宅対象の防犯診断などさまざまな防犯活動を展開しているのだ。それでは防犯設備アドバイザー10人を紹介しよう。鍵のことなら私にお任せ。人呼んで防犯キーの伝道師、高島栄一。座右の銘は七転び八起き。得意分野は電気錠や防犯カメラシステム、防犯全般を手掛けます。人呼んで防犯マイスター藤本真一。玄関キーのことなら私にお任せ。七色の鍵を操る人呼んで防犯レインボー、小浜良一。高度情報化社会も私にお任せ。高い技術力とノウハウであなたの地域を守ります。人呼んで防犯インテリジェンス、西崎勇気。あなたに合った防犯機器をカスタマイズします。人呼んで防犯クリエイター、渡辺慎介。安全安心な情報ネットワーク環境を提供します。人呼んで防犯デジタルマスター宮原義弘。防犯システムのことなら私にお任せ。アドバイザーの高一点、きめ細やかにあなたをサポートします。人呼んで防犯コーディネーター山口さなえ。防犯カメラシステムは私にお任せ。気は優しくて力持ち、好きな言葉は防犯パワフルセキュリティ、山口和也。鍵のことなら私にお任せ。人呼んで地域のガーディアン、長山智則。得意分野は機械警備と防犯訓練、塾経営から警備員まで多彩な経歴の持ち主、変幻自在。人呼んで防犯カメレオン、痛い太し。彼ら防雪10レンジャーは県警とタッグを組み、地域の安全安心を守っているのである。アドバイザーの派遣を希望するみんな、管轄の警察署で待っている。それではまた会おう。